強制の高い取り調べというところについてはどう思われますか。これはもう根っこを言うと、はい、日本の裁判で調書裁判って言われてるんです、はい、何かっていうと、かつての裁判官は調書を読み込んで判決を決める、はい、実は公判廷という裁判開かれてるんですけど、彼らが最も重要にとしたのは調書なんです、はい、調書の信用性、任意性を判断する。任意性っていうのは、取り調べた人が自らの意思で話してるかどうかで、 だから何かっていうと、立派な自白調書さえ作れば最も確実に有罪が取れるんです。はあ、だから取り調べって何をしてるかっていうと、事件の真相を究明するっていうことではなくて、いかにして自白を取るか。だからこの人が犯人だと思ったら、その人から自白を取る、やりました、でやりましたって言ったら、今度はその自白を裏付ける客観証拠を探してくるんです。これ人物型捜査、物から人にたどり着くんじゃなくて、最初にこいつ怪しいで捕まえて、ガンガン攻めて自白させて、その自白を裏切らないように証拠を集める。だから不都合な証拠は隠すんです。で今検察官がやらなければいけないことは、自分たちの有罪立証に必要な証拠を開示する。でこれを彼らは当事者主義っていう名のもとに、弁護団も好きな証拠を自分たちで探して出す、検察官も自分たちの集めた証拠を出す、それで戦うのが当事者主義だっていう詭弁を使ってるんです。でもこれはもう世界的に批判され始めていることで、はい、検察の捜査能力と一民間の弁護士の捜査能力、何の権利もない弁護士がどうやって証拠を集めるんですか、うん、証拠を集めるって、あれ税金で集めた証拠は公共の財産、はい、みんなのもん、はい、だから武器対等ではないですけど、検察官は証拠を裁判所に上げて、うん、弁護士とともにその証拠を吟味する、うん、でそれって当たり前でしょっていうことを、はい、まあ、法制審議会っていうところでも散々言ってきたんですが、それが全く通用しない。はあ、でも法律でそうなってるって彼らは言うんですけど、それは単に解釈のもの、はい、解釈と運用で法律っていうのはどうにでもなってしまうところがあるんです。だからなんでその法律ができたかっていう根っこをどっかに忘れてしまう。でそれがもう本当に法制審議会でもう本当に絶望的な思い、で法務省に任せていたらなかなか変わらないんだなっていうのはすごくよくわかりました。取り調べの可視化っていうのをよく最近聞きます、はいはい、そのあたりはどういう。これはさっきも言ったように、はい、郵便不正事件を受けて検察改革になって、その検察改革を受けて跳ねてから、まあ、いろいろ批判されていた取り調べ問題、要するに調書で言った言わない言い争いで裁判で長期化するんです。特に否認事件っていうのは。でそれは何でかというと、さっき言ったように確たる証拠がないんです。密室で行われているものだから、いい加減録音録画しましょうと、うん、それで適正な捜査が行われ、なおかつ本当に言ったかのか言わないのかが分かるでしょう。調書っていうのは被疑者が言ったことを取り調べ官が聞いて自分で作文する。だから取り調べ官がどうにでも作れる。だ その調書がさっき言ったように調書裁判の一番の重要な元になるわけですから、その調書に争いがあるんだから、もうそんな争いやめましょうって言って録音録画だけど、それは一部の事件に限られてしまった。裁判員裁判の事件と検察独自捜査事件、皆さん大好きな特捜の事件については録音録画します。でもそれはどっちかというと検察不祥事を払拭するためっていうか、まあそれの責任でこれぐらいやんなきゃダメかなっていうレベルなんです。で実はそれでは不十分だから、全事件でやるべきだっていう主張を村木さんはじめ私たち一般有識者は言い続けた。その結果何があったかっていうと、分かりました、3年後に見直しをして、それで録音録画することで真相究明に何か支障が起きなければ全事件に広げていきますっていうことで認めたんです。そんな対象事件が少なくても OK にした理由はそこで、で今その3年後の見直し始まってるんです、うん、でも法務省の態度を見てると、これ以上広げるっていう気持ちは伝わってこないです。このままにしようとしてます。でそれはやっぱりそういう捜査をしてきて、そうした捜査で実績を上げてきたっていうことで、やっぱり今までのままでいたいんです、警察も検察も。
それ取り調べに例えば弁護士が立ち会えるとかって立ち会えないです。立ち会えないですね。僕その議論をしました法制審、はい、でその反発を受けて、はい、もう100年経ってもできないだろうと思いました、はい、あそうですか。なんで反発ってな。そんなことをしたら本当のことを言わなくなる。弁護士さんが横にいたら被疑者は本当のことを言わなくなる。でどうも裁判官もそれを信じてるらしくて、はい、じゃあ公開の法廷って何なの。弁護士はおろかいろんな人が見てる中で今いろんな人に証言させてますよね。で裁判官自らがそういうところで言う証言は信じられないって言ってるも同然じゃないですか、うんうん、もうだったら全部密室でやられたらどうですかって本当に言ったぐらい、あの本当にその僕はあの実はそれでも僕はやってないだけではなくて対の信託っていうやっぱり司法に関する映画も作ってるんですけど、そのオーストラリアで上映した時に最初の質問がなんで取り調べに弁護士が立ち会ってないんだっていうのが最初に受けた質問です。ああそうなんですか、はい、東アジアで取り調べに弁護人が立ち会えないのは北朝鮮と中国と日本だけです。だから韓国台湾はとっくの昔に変わってます。あのね、取り調べられると分かるんですけども打ち合わせ弁護士とやってでしょ、検察官入ってくるわけですよ。だから弁護士すいません私はここから出ないといけないんでって出るんですよ。そうすると、まあ、あの検察官と一対一でやるんだけども、まあ、あの若干私は法学部出てるから最低限の知識持ってるけどそうじゃない普通の人に検察から言われた時に事実について何聞かれてるのか分かんないとかいうことすら無知のまま答えないといけないってやっぱきついと思いますね。村木敦子さんがおっしゃられたのは、ボクシングのリングに初めて上がる人がセコンドなしで立っているのも相手はプロのボクサーで自分にはセコンドもいない、初めてグローブを身につけるでリングに立たされるそういう状況なんだというふうに村木さんはおっしゃってました。なんとなくこの時代やったからみたいな風に思いがちですけど、科学捜査としては DNA とかいろんなところの技術はすごく上がってるんでしょうけど本質の部分は何らっていう感じなんですか。そうです。その科学捜査って言ってみんなはそれを簡単に信用する傾向ありますけど、はい、でもその証拠がどういうふうに集められたかで、それ自体も東電 OL 事件というのがありましたけど、はい、あの時はすでに遺体にここにゴビンダさんとは違う血液型の唾液があったことを調べてたんですよ、はい、それを隠してたんです。だから第三者、他のゴビンダさん以外の第三者もその日そこにいた可能性があるという証拠を検察は隠していて再審請求段階で初めて出てきてる。あれあの時期もやっぱり捜査第1歩目2歩目がもう間違えて引き下がれなくなって、はい、そうですね。長谷弁護士いかがですか、はい、ここまでは。そうですね、あの例えばこう長所は本当に作文みたいに法律の構成要件が満たされるようにきっちり書かれるんですね。絶対普通の人が喋らないような作文がされてるんですね。で例えばあのいやこういう言い方はしてないですよっていうふうに調べられてる人が言ったとしても、いやいやあなたが言ったことをこういうふうに解釈してこっちからも考えるとこういうことになるでしょっていうように説得されてですね、あそうなのかなみたいな形であの署名してしまうっていうこともあったりするわけですよ。ですからやっぱり今は本当に限られた事件でしか可視化あの録音録画されてないので、まあ、全件そういったことをするべきだと思います。マンボウ八代はここまでいかがですか、この袴田事件。映画を須尾監督の映画を見させていただいた時もそうですけど、他人事ではないというか、まあ、日常を暮らす上で我々が日本で暮らす以上やっぱりどっか遠い話に思ってしまいそうなんですけど、こう安心して暮らすっていう大前提の話を今ずっと聞いているというか、ちゃんと考えなきゃいけないなとはすごい思いますね。芸人でもほんまに電車乗ってて、もう冤罪のというか女性にうわーって言われて、たまたま前日に須藤監督の映画を見てたから行ったらあかんってなってそれで救われたっていう、今ガンガンテレビ出てる芸人がいますからね。はい、そのボクシングっていうスタートもあるじゃないですか、その職業的な偏見というか。で芸人も変な話芸人だからって言われることめちゃくちゃありますので、うん、なんか怖いなと思います。冤罪とかに何
で何がきっかけで興味を持たれてそこまで聞かれたんですか、はい、どういうふうに聞かれるんでもはっきり覚え調べて思い出してるんですけど、はい、2022年の12月に新聞記事で東京高裁痴漢事件で逆転無罪2002年に、はい、でその記事を読んで、はい、要するに支援者それは改めてどういう記事だったんですか。あ要するに痴漢事件で一審東京地裁で有罪になったけど、はい、二審東京高裁で逆転無罪が出ました。その年東京高裁で出た逆転無罪2件なんですけど、そのうちの1件でなおかつそれが支援者学生時代の友人たちが裁判に協力して証拠ビデオを作ったり、それこそ新聞の投書欄にこういう事件があってこういうふうに苦しんでますっていうのをみんなで書いて何通も書いて載せてもらったりとかして東京高裁で逆転無罪になったっていう記事を読んだんですね。でそれも支援者の活躍にちょっと胸が熱くなったのと、もう一つは日本の裁判ってこんなことで有罪になるのっていう疑問が湧いて、で2003年の1月からすぐ取材を始めた。刑事裁判の取材で、まずはその痴漢事件の当事者弁護団に会って話を聞き、それからいろんな裁判の傍聴を始めて、で3年かかってシナリオを書いて映画にした。だけどそれで何も解決されてないわけですよ。少なくとも自分の疑問は何も解決されてない。だからずっと引き続き取材を続けている中で日弁連から声がかかって法制審議会特別部会というのが開かれる。でこれは珍しく司法の専門家以外の人も入れなさいと、まあ、その時の法務大臣は江田さつきさんの指令で、一般有識者というの、僕は日弁連の推薦枠で参加させていただいたんです。そこで映画で抱いた疑問を全てぶつけて、でそれに納得いく答えを得られることができなかったので引き続き取材を続けている。でその中でいろんな冤罪事件も知るようになりました。で冤罪だとこういう大きな死刑事件だと本当にこれだけ社会注目しますけど、実は軽微な事件での冤罪はすごく多いんじゃないかというふうに思ってます、うん、まあ、痴漢事件もそうなんですけど、あれその場ですぐ認めれば罰金で出てこられて家族にも会社にも知られずに過ごせるんですよ、うん、でそういう取り調べを実際するんです。ここでやったって言えば、お前やってないかもしれないけどやったって言えばちょっとした罰金で済むよと、で前科つくかもしれないけどそんなの大したことじゃない。で実際本当にそうで、そこで無罪を争って裁判戦うと1年とか2年使う、会社も辞めなければいけない、世間にも全部公にさらされてしまう、その危険考えたらやってなくてもやったっていう人がいて不思議じゃないんですね。だから痴漢事件だけではないです。だから自白すれば釈放する、で自白しないと拘留が続くんです。これを人質司法っていう、身柄を抑えてやったっていや出してやるっていう取り調べをしてるんです。だから本当はそういう事件も録音録画しなきゃいけないんですけど、それは対象外なんですというふうに、もう取材すればするほどっていうこと、僕は別に司法の勉強それまでしてきたわけで専門的にしてきたわけじゃないんですけど、だから驚くことばっかりなんです。でそれを司法の世界の人に言うと、例えば証拠って全部見られないんですかって言われた時に、そうですよって当たり前のように、おかしいでしょうっていう、でそれを疑問をやっぱり本当に法務省の開いたその会議でぶつけたんですけど、やっぱり納得のいく回答はやっぱ得られないです、ね、でも明確な冤罪と本当にわからないのもありますよね、はいはい、僕知り合いに聞いたのは、まあ、電車で売り子さんがキャーって言って何かあったら男性が正規を出してたって言うんですよ、はい、で男性はそんなもん出すわけないやんっていう、でもその売り子さんは見たって言うんですよ。これもどっちが真実か、だから疑わしきは被告人の利益にしましょうっていうのが今の約束事なんです、はあ、でそれはねすごく人類のすごい長い歴史の中でいろんな間違いを犯してきてるわけですよ、はあ、まあ、分かりやすく言っちゃえば魔女裁判とかもそうですよね、はい、でそういう間違いを繰り返してきた中でようやく今の時点でたどり着いてるのが、疑わしきは被告人の利益に、この人が確実に真犯人である、合理的に説明できる、そういうものがない限りは無罪にしましょうと、まあ、よく言われる灰色無罪って言われますけど、そういうこと。であとは10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰する流れ、要するに10人の真犯人を逃しても無罪の人を有罪にしちゃダメでしょっていうのが、
それは本当に長い歴史の中でようやく人類がたどり着いた僕は地点だと思うんですね。だけど捜査機関、このこともはっきり会議で言いましたけど、捜査機関は何て言ったかっていうと、いやいやそうは言っても10人の真犯人は逃せないんですよっていうおっしゃる。だからそのそこを乗り越えた上でたどり着いた地点なのに、あ、やっぱり捜査機関っていうのは一人ぐらい間違えて捕まえても10人の真犯人逃すよりマシだって思ってるところなんだなっていうのをやっぱり実感しました。それは なぜなんでしょう。その代々こう引き継がれて、またその世界そこに入ったらその上の人たちに教え込まれる、それがずっと受け継がれていって今に至るということなんですか。そういう教育は受けてますよね。あの本当に大げさじゃなく言うんですけど、自白調書の歴史は江戸時代からって言われるぐらい、最後に私がやりましたっていう調書を得ることが裁く側の安心なんです。やってないっていう人をやっぱり死刑にするなんて、それやりにくいですよ、うん、で特に江戸時代なんて客観証拠なんて、そういう考え方すら多分なかった時代に、で最後に自分でやりましたって書かせることで取り調べる側の安心を得る、その歴史は続いてる。今だって裁判官は私がやりましたっていう調書を見たら安心しますよ。それ実は弁護人だって最初に接見に行った時に本当やってないんですって言われたらもう大変な日々が始まるそこでやった人は、あ、やったんですって言ってくれたらほっとします。やっぱり自白やった人が私がやりましたってこう言ってくれることが調べる側にとっての安心だ。それは当たり前ですよ。人間ですか、人間が人間を裁くことですから。だからそういう困難を乗り越えてようやく疑わしきは被告人の利益にっていうところに来たのに、こういう事件、浜田事件のようなことがまだ起きている。